踊ってますね。すごいすぎる、ね。首の運動よ。あ、首の運動。どのじゃ。すげえ。何回の。昔と今と違って、うん、どういう病気がありますか。まあ昔の元気な頃で歩けよる頃はみんなと一緒風邪ひいたりとかな、はい、いうのはあるよ。わしらは、俺はね、俺は胸から下が全然感覚がないやん。痛くも痒くもないし、暑いも寒いもわからんし、暑いと寒いがわかるのはこっから上だけ。何の病気になるか、病気になってもわからんのよ。めっちゃ怖いで。病院に例えば救急で行くじゃん。でもどっかおかしいんよ、体は。でも病院に行くじゃん。どこが悪いんですかって聞かれるじゃん。わかりません。言うしかないんよ。例えば血尿が出ようとでしょうか。血尿が出ようるんだけど、どこが痛いですかって言われても、いや、わかりません。膀胱なんか、腎臓なんかがわからん。だけ、これがのわし一番の恐怖じゃん。心臓が悪くても、わからん。痛くない。でも体はしんどい。だけ、そういうことが、すごいやっぱり注意をしないといけない。脊髄損傷の人も、いろんな障害がある人も、今見てらっしゃると思うけど、まあ普通に、健常者でいる人もいるけど、ね。健康っていうのは自分で勝ち取らないけんけ、注意しすぎて困ることはない。無頓着になるのが一番いけん。みんなも体気をつけようで、ほんま。の。ありがとうございます。